燃料棒は原子炉の炉心の部品の一つ。棒状の燃料棒は炉心内での核燃料の標準的な形状であり、複数本の燃料棒が束ねられ、燃料集合体と呼ばれるユニットが組まれる。制御棒とともに複数個の燃料集合体によって炉心が構成される。核燃料の交換作業は燃料集合体の単位で行われる。原子炉で使用される。 核燃料は熱交換効率や安全性、取扱いの便宜のために1センチメートルほどの円柱状の燃料ペレットから始まって、最後は大きな燃料集合体に組み上げられている。核燃料をセラミックに焼き固められたものが燃料ペレットであり、これを燃料被覆管に封入したものが燃料棒である。燃料集合体はこの燃料棒を束ねて組み上げた。 もので、この燃料集合体が原子炉に揃化され使用される。初期の原子炉では核燃料物質は剥き出しで揃化されていた。また、放射能や放射線に関する知見が少なかった時代であったこともあり、発生する核分裂性生物の管理はルーズで、特に機体の放射性核分裂性生物はほぼそのまま大気中に放出されていた。後に、 原子爆弾投下後の広島、長崎の詳細な疫学調査の結果、放射線が人体に与える影響に理解が深まり、放射能管理が要求されるようになる一方、いくつかの臨界事故、反応度事故の経験から、原子炉内の核燃料が破壊されると、放射性物質の広範囲な流出が起こることが理解され、核燃料物質自体の防護もまた要求されるようになった。 現在の原子炉は核燃料物質の取り扱いにあたって燃料棒、またはそれに準ずる核燃料の封入体を用いて核分裂性生物を封じ込めており、いわゆる五重の壁の一つとなっている燃料ペレット天然ウランに0.7%含まれている燃えるウラン235の割合を2から4%程度に濃縮した二酸化ウランを直径高さとも 1> 約1センチメートルほどの円柱型に焼き固めたセラミックスである。沸騰水型原子炉の場合、燃料被覆管はジルコニウム合金にジルコニウム金属膜で打ち張りをした二層構造の厚さ0.7ミ、mm、リメートルほどの細長い形状の管であり、外径が11ミリメートルほど、全長が4.47メートル、燃料有効長が3.71メートルとされている。このような 細長く特殊な材質のパイプを高品質で製造することが難しく、初期の原子炉で使用された被服管ではピンホールの発生などによる核分裂性生成物の漏出事故が発生している。このうち原因の多くが原子炉運転中の出力変化に伴い燃料棒の温度変化によって生じる熱応力によるものと判明してからは燃料棒の健全性を保つため原子炉出力の 急な変化を避けるように運転が行われている。すなわち緊急の場合を除き、原子炉の起動と停止は、1日以上の時間をかけて、ゆっくりと行われ、燃料棒に対して、余計なヒートショックを与えないような配慮がなされている。被覆管は運転中に発生する各分裂性生物を外部に漏らさないために運転中の、あらゆる条件下、 および想定される事故の環境下で健全性を保つ必要がある。また、内部の各分裂物質は原子核分裂に伴う崩壊熱を放出しているため、高温に耐え、かつ冷却剤に熱がよく伝わるように、熱伝導率の高い物質でなければならない。冷却剤と反応して健全性を損なうことのないように安定した物質であることも重要である。 さらに燃料ペレットは運転中の温度変化や生成した各分裂性生成物による膨張つまりスエリングや縮小つまり焼き締まりといった体積変化を起こすため燃料被覆管に局所的な応力を発生させる。これらの応力に耐えてまた原子炉運転中の振動応答に耐える機械的な強度を持たせる必要がある。加圧水型原子炉の燃料集合体。 原子力貨物船 NS サバンナ号のもの。燃料棒は燃料ペレットを燃料被覆管に封入して単線で機密にしたものである。燃料被覆管内径は燃料ペレットよりも 0.2mm 大きい値でペレットを滑り込ませる形で収容する。最上部の燃料ペレットの上端から上部単線までにはプレナムと呼ばれる空間があり。 プレナムスプリングによって燃料ペレットを押さえつけ、同様を抑えている。プレナムは発生した機体上の各分裂性生物を閉じ込めると同時にガス発生に伴う内部の圧力上昇を最小限に抑えている。また内部は製造時にヘリウムガスが10気圧程度風入化圧されているが、これは燃料棒が沸騰性型原子炉で73気圧。 加圧水型原子炉では158気圧に達する運転条件下で使用されるためあらかじめ内部をヘリウムで加圧して運転時の外圧と平行を保つようにするためである原子炉の定期検査中には燃料棒の外観検査を行って健全性を検査する燃料棒が複数本束ねられて燃料集合体を構成する燃料集合体は同じ軽水炉でも 形式により、構造も掃加される数も異なる。PWR の燃料集合体一体は179から264本の燃料棒を束ねて、組み上げられ、121から193体の燃料、集合体が原子炉の圧力容器内に掃化される。BWR の燃料集合体一体は50から80本の燃料棒を束ねて組み上げられ、 400から800体程度の燃料集合体が原子炉の圧力容器内に搭化される。PWR の燃料集合体には制御棒があらかじめ燃料集合体内部に分散して組み込まれており、制御時には圧力容器上部から炉心内に挿入される。PWR の制御棒は4体の燃料、集合体の間に挟まるような4つのブレードを持つ十字型をしており、 燃料集合体とは別に構成され、制御時には圧力容器の下方から炉心内に挿入される。原子炉にどれだけウラン燃料は入っているの原子力東京電力ウェイバックマシンアターミカ、BWR 用、ウラン燃料アターミカ BWR 燃料、集合体の主要所見 BWR 燃料、集合体ウェイバックマシン、原子力発電の燃料、 原子力東京電力、ウェーバックマシン、ありがとうございます。